あの試合があったおかげでこういってボクシング界にとって新しい形ができたと。バラダース選手と志賀岡選手の試合でいろいろ判定について、議論があったと思うんですけども、その中でやはりそのビデオ判定があればという声がかなりその JBC にも届いていましたので、アベマさんの方でですね、よかったら協力させてほしいとお言葉いただいてですね、ビデオテスティングシステムということでですね、取り急ぎですね 4.16 の、サイコファイトの方で、正式に、使わさせていただいてですね、しっかり運営したいなというふうに思っています。 The IBF is, would like, you know, always want to have a fair result, so using the video testing system will give a fair result for all the fighters. みんなが見てる、はい、もうカメラも、ね、いっぱいあって、そないしてみんなこう、ね、常に審議できる状態で、もう一回こう再戦してもらいたいなというふうに思いますよね。あの試合があったおかげでこういってボクシング界にとって新しい形ができたというのは、あの選手は一つこの業界で新たな形を作った選手なんで、これからすごく大物になるような、自分はそういう予感がしますね。だからこの試合、今回の試合が楽しみですね。